こんばんは。こんばんは。YKP です。今日は皆さんカバーが多くて、まあオムツカバーみたいなそんな感じではないですけども、まあ初め一曲目は僕もカバーで行ってみようかなみたいな感じですけど、吉田拓郎のリンゴっていう曲やってます。ワン、ツー、サン、シのリンゴ、君の二つに生きる僕の方が少しいいよ、聞いてある。そして二人で喫茶店のバネの壊れた椅子で長い話に相途中って、そしていつもリンゴに抱きかかれて、このリンゴは昨日二人で買ったもの、僕の方がお金を出してお釣りは君がもらって、こんなことはなかった。あ、少し前まではコーヒーカップはいつだって二つ運ばれてきて、向こうとこちらにウェイトレスはさりげなくカップを分けて、二つ目のリンゴの顔を君が向く、僕の方がうまく向けるのを君はよく知ってるけど、リンゴを摘む果汁、甘い汁が唇を濡らす偉大な方法を君は黙せて、欲張って頬張るとほらほら話せなくなっちまうだろう。カバーっていうことでですね、まあこれ吉田拓のカバーをやってます。まあカバーをもう一曲やってみようかなと思いますけど、ちょっとどこ行ったんだみたいな感じですけど、じゃあ。みんなもよく知ってるこの曲、ワン、ツー、サン、シなんだもん。お願い、お願い、傷つけないで、私の後はプチュプチュしちゃうの。嫌よ、嫌よ、嫌よ、見つめちゃ嫌。ハニーフラッシュ、入社後成功すんで、東京は愛せど何にもない、立憲6と校長代、19万も持ってなっちゃの水、マーシャルの匂いで飛んじゃって大変さ、毎晩絶頂に達しているだけ、ラット一つを商売にしているさ、そしたらベンジが愛に移ってトリップ
どうも。これ、PP ハニーと、あの、椎名林檎の丸の内サディスティックっていう曲です。知ってる人？はい。知ってる人がいてよかった。まあ、そんな感じですけど。今日というか、先日名古屋に帰った時にですね、お父さん、ちょっと髪が薄くなってるね、みたいな、まあそんな話を聞きましてですね、そうかな、いや、ちょっとディップで固めすぎじゃないかと、まあそんな話もあってですね、そんなことはないよ、みたいな感じで。半分でいいか？はい？あ、すいません。いいですよ。完熟卵プリンという歌がありますんで。いいですか、はい、あの帽子かぶってますけど帽子ワン、ツー、サン、シー完熟卵プリン頭のピカピカプリンだハゲじゃない完熟卵プリンお風呂に入ってベビーフリーです今日もツルピカベリー私もプリン好き柔らかまん丸のお風呂上がりのツルピカゆで卵完熟卵プリンピンピンてるてる坊主もテカテカ磨くよハゲじゃない卵プリンお風呂上がってベビー私はプリンです明日もてるてる坊主曇りのち晴れです柔らかまん丸のお風呂上がりのつるぴかゆで卵完熟卵プリンこれで10分経つ次はですねあこの完熟卵プリンは女性の方のこの肘とかねあの膝とか、なんかあのなんか塗ったりしてであツル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 あこんなにツルツルになっちゃったみたいなそういう卵みたいな一皮むけた、まあ、そんな感じのことを歌ったんです、まあ、そんなことはいいんですが、次もですねあの東京に住む英二郎さんっていう人の歌でカバーなんです涙は優しさにとっておいてまあ僕はよく歌ってるんですけど英二郎さん最近歌ってんだろうかなみたいな感じなんですけど代々木で弾き語りをやってた人なんですけど涙は優しさにとっておいてワン、ツー、スタン、シー目の向こうのいつもの君が今日はちょっとナーバス友達思いの君だから僕も思わず聞かれて知れないけれど
は悲しませないよ。涙は優しさにとっておいて、画面の向こうのいつもの君に、今日はちょっと打ち明けよう。今着替え中ですか？大丈夫です。着替えはしてない。今キューッとしてた、まあ、T シャツが非常によく似合うジミーさんですけど、それではラストじゃないけどラストセール。
何の意味もない歌ですよ。何なんだ。英語もむちゃくちゃだしね。じゃあちょっとゆるい歌、つまびくバラード、ちょっとつまびいたらできちゃった曲なんですけど、これ本当ですか？信じてないね。寂しい声が聞こえたから、僕はギターを奏でる、君の切なさ感じたから、優しく歌を歌うのさ。遠い遠いあの星は君と僕との流れ星、僕は君に歌うよ、優しい声でずっとそっと、寂しい声が聞こえたから、僕はギターを奏でるのさ。はい、どうもありがとうございました。まあちょっと鳴る歌をやってみたっていう、まあそんな感じですね。まあそれではですね、何をやろうかなっていう感じなんですけど、そうだな、やっと井村屋っていう曲やってみていいですか？もうだいぶ季節になってきたんで、井村屋っていうのはアンマンとか肉まんの歌なんですけど、まあ夏の頃はですね、アイスクリームの歌とかをちょっとやりながら、ちょっとぼかしながらやってたんですけど、もう本当にアンマン肉まんの季節になってきたなという感じで、まあ風情があるなと。アンマン好きな人、はい、好きだと。今は肉まんの方がいい。関西の人は豚まんって言うみたいですね。そうなんか関西の人は豚まんという風な形があって、ある時に関西の人からそこは豚って言って、豚ってあなたそんなに豚なんですかね。まあそんな形でですね、言ったことは、まあそんなことは言う、井村屋ワン、ツー、スタン、シー。今日は食べたいな甘いもの、ケーキじゃなくてあったかほかほか焼き芋じゃない、和風でベイビー少し違うから、イムラやベイビー、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん、あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん、あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん、あんまん、肉まん、中華まん、ピザまん、カレーまん、春には売られてない、冬まで待ちぼけ、ルルルルル、嘘ぴょん。今日は食べたいな冷凍してたアーモンドベイビー、あったかも
から冬まで待たず、やったぜベイビー、いつも食べたいな井村屋ベイビー。あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん、あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん、あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん。春には売られてない、冷凍しています。ルルルルルル。それじゃあ皆さんもこの歌覚えて帰ってね。それからいくよ、1、2、3、4。あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん、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 あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん。だいぶ早かった。春には売られてない、冬まで待ちぼけ。ルルルル。あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん、アンパンまん肉まん中華まんピザまんカレーまん、あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん、ウルトラまん肉まん中華まんピザまんカレーまん、あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん、あんまん肉まん中華まんピザまんカレーまん、あんまん。あれやってなかった、いつものコーヒーカップで。ちょっと高速でやってみるよ。1、2、3、4。気がついた心の中のわだかまり、火をつけた思いとともに燃やすよ。突然に君の瞳
って静かに尽きるここがいいね。そんなこんなでやってきた時間もですね、次で最後の曲になりました。次で最後の曲はですね、フレンド、ふれあいの人という曲です。準備がありますんで、ちょっとガヤガヤしててください。ちょっとガヤガヤしててガヤガヤガヤハーモニカの準備ができました。まあ、そんなわけでですね、やってきました YKP のステージなんですけど、これで最後です。フレンド、ふれあいの人は、フレンドは英語、ふれあいの人は日本語という感じです。ではどうもありがとうございました。YKP でした。
どうもありがとうございました。楽しみでした。